ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪、浅井です。山崎です。本日はね、山崎さんと初めて、ボンドチャンネル紹介動画をお送りしたいと思います。はい、はい、山崎さんとはね、出会って何年でしたっけ？20年ぐらい、ちょうど20年20年ぐらいが経ちますけれども、もうこの業界の大先輩でございますので、もう20年、最初は、パーツの取り付けをずっとやってて、そこからパーツの販売になって、今は車を売ってます。で、このオーナーさんもそのパーツを売ってた時代からなんで、多分18年ぐらいの付き合いになるお客さん、そんな長くなりますか？ですね。で、一番最初は Z4 でフルシュニッツァー、それが一番最初。それは僕も知らなかったですわそう、そこからずっと18年って言ったらもう僕が入社する前の話ですもんね。向こうの東大阪の時からのすごい長いお客さんの車でですね。はい、で今回紹介していただけるのが、LC500 コンバーチブル、ね、しかもこれコンバーチブルですね。コンバーチブルで、さっきね、ちらっと作業内容とか聞いてたんですけど、すごい細かいところまで手が入ってる車ですね。びっくりしました。すごいこだわりの1台に、はい、なってます ね、はい、で早速ね、ちょっと紹介していただきたい、はい、していただきたいと思うんですけれども、まずフロント周りの方からいきましょうか。そう、グリルとかこの辺のヘッドライトの枠とか、全部ブラックアウトをしてますね。この辺ボンドボディでも結構よくやってますよね。そうこれもともとグレーなんですよね。グレーのとことメッキのとこと、あ、そうかな、うん、これの枠とかはメッキで、こっちはグレーかな、うん、でも全部とりあえずもう白と黒にしたいということで、こういう形になってますね。ツートーンがコンセプトみたいな感じですね。この辺はシルバーとかを全部消して、もうペイントで全部、全部ペイント。こんだけね、デコボコしてたらもうペイントしか無理ですもんね。ラッピングだとちょっと厳しいんで、これなんかバラすのもなかったね、多分大変とかな、多分結構大変やと思う、ね。でそこからやっぱり一押しなのがこの車高とこのホイールですよね。車高でこれね、めちゃめちゃこのコンケーブ具合といい、すごい見た時に、最初この車見た時にかっこいいなと思いましたけれども。でホイールメーカーはボッセーですよね。でそう、ボッセーでちょっとキャストの最初イメージだったんですけども、単造ライン、この単造のいわゆるこう正真正銘のアメタンですんで、いいですね。すごい軽量ですし、クオリティも高いですね。でサイズは22ですね。ですね。で、フィニッシュがこれグロスガンメタ。グロスガンメタ。これもちょっとお客さんの、好みというか指定で、そんなにこう派手にしたくないと。なるほど。シンプルにかっこよくっていうので、グロスガンメタですね。ですね。これも黒にしちゃったらなんかもう、あまりにも真っ黒で、ホイールの真っ黒になっちゃいますし、ホイールのデザインが消えてしまうので、これガンメタンは持ってきたってすごい正解ですよね。そう黒は嫌っていう確か話だった、でこれ前後の根茎具合すごいですよね。そう、後ろは結構 LC 結構根茎部取れますよね、この車自体は。結構余裕はあるかな、すごくかっこよく仕上がってますし、オセットもギリギリディーラーは大丈夫多分大丈夫かな、な仕上げになってるかと思いますね。そうそうそう。でこれ車高はこれもね、さっきというかブログ見返してて思ったんですけれども、車高は落としてるのは、RSR の車高調で、アクティブっていう、新しいというか最近出たやつで、純正の減衰力調整をそのまま活かせるっていう、活かせるようにですね。いわゆるポルシェとか、ビルシャインとかでいうと、純正、ポルシェでいうと PASM ですよね、PASM を活かせるようなやつの、トヨタバージョンみたいな感じですよね。そんなのが今国産でも出てるんですね。でコンバーチブル用がこの車が納車されたというか出てなくて、で結構待って、試作品の時からも注文してて、取り付けましたね。なんかありましたよね、最初空挺をつけようと思ったリアのトップ閉じた時に、リアのショックの上がガチ当たりとかするんですよ。空挺用はつけれないっていうので、出るのを
かなり埋まってましたね。しかも純正の減衰力調整がそのまま使えると。そう使えるすごいですね。でさらにこれこの車高、まあ、レクサスって結構低いですよね、うん、低くて結構スルとかその、坂道というかね、う、うん、あの急な勾配の時とか、まあ、すらないようにこれロベルタもついてる。そうロベルタがついてる。お客さんの家が結構坂の多いところで車高落としたらもうちょっとリフトアップがないと厳しいっていうことでロベルタをつけたんですけども、ね、ロベルタもコンバーチブル用がなくて。あ、そうなんですか。結局クーペ用なんですけども、うんうん、取り回しとか結構違うみたいで結構加工して取り付けたっていうふうに聞いてますね。あ、なんかそう当時めちゃめちゃ大変だったという、そうだったと思います。トランクに設置、エアタンクは設置してるんですよね。だその取り回しがクーペと被るようで、ね、全然構造が全然違うから、うん、へー、非常にもうこの足回りだけでめちゃめちゃ手間と時間がかかっている一台になってますね。でずっとまあ見ていってフロントがここプロテクションフィルム貼ってるんですよね。プロテクションフィルム、これもちょっと見逃してしまうところですけれども、まあ、この辺はきれいに保つためには、そう、まあ、スーパーカーでは、ね、多いですけれども、うん、やっぱり、保護という意味でプロテクションフィルム本当にもうこれは、やってから半年ぐらい、さっき見てたら半年ぐらい経ってますね。でも全然分かんないですね。全然きれい、全然きれいに保ってますね、うん、で次、リアは、まずホイール、FR なんでフロントとリアでサイズ違うと思うんですけれども、リアのタイヤサイズは、295の3022ですね。すごいですよね。そうこれ30あるとは思えないぐらい、結構薄いですけれども、まあ、これで本当に、まあ、半年 でさっき言ったように、うん、で全然お客さんも何も言っていらっしゃらないんですかね。そう僕も乗りましたけど全然乗り心地も悪くないし、あ、そうなんですね、こんだけ30扁平でも今乗り心地いいぐらいに仕上がってるんですね。やっぱホイール軽いっていうのも あると思う。そこは高いんですけど単造メリットですよね。そうですね。はい、でそこからリアにしていて、そう後ろのやっぱりでもこの後ろから見るこのコンケーブぐらいかっこいいですよね、うん、で、はい、リア周りでリア周りが、まあ、この辺もグレーのやつのところとかグレーのところを全部ブラックにペイントしていますね。でマフラー出口とかもこの辺も全部真っ黒に。なるほどなるほど。ここはもう白と黒のツートンで合わせてるような感じですね。で次インテリアの方を紹介してほしいんですけれども、これが一番この車のポイント、ね、一番のポイントですし僕が一番びっくりしたんですけれども、この内装ですね。インテリアって黒だったんですよね。インテリアは全部オールブラック、ブラックだったんですよね。シートもですし全部、トリムもですしステアリングも、うん、めちゃめちゃ綺麗な白に仕上がってますよね。そうでこの白の内装っていうのが限定車でしかなくて、うんうんうん、お客さん限定車はボディがブルーやったんですけども、お客さんは白のボディがいいっていうので、うんうん、白だと黒か赤しか選べないので、はい、白にしたいっていうので黒にして全部張り替え、張り替えですよね。全部張り替えです。ちょっと細部見てもいいですか、はい、すいません、はい、これまずハンドルですよね。ハンドルもカーボン加工した上で白のレザー、カーボン加工した上で白で、エアバッグがもともと黒なんでペイントして白に合わせてます。だこれは張り替えできないから、もともとのやつを、まあ、特殊なその革用の革用のペイントでペイントで塗ってるんですよね。全く分かんないですし半年経ってますけどめちゃめちゃ綺麗ですね。全然綺麗ですね。このシートもこれキルティング入ってますよね。そうこの全部のデザインとかももともとのデザインはある程度こう残して、うんうん、その張り替えをしてます、ね。あ、まあ、このキルティングとかはそうか元々のデザインなんですけど全部白で、うん、全部白 でもこれちゃんとベンチ使えるようにこれ、あ、うん、ちゃんと穴パンチングになってるんですね。そう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 、へえすごいですね。そう、うん、
でもちろんリアシートも張り替え、リアシートも張り替えしてて、あ、後ろの背もたれも全部、へえ、すごい。もうこれ変えるだけでもうインテリアのイメージめちゃめちゃ変わるんでしょうね。もうオープンカーでやっぱり白の内装にしたいっていう、まあ、確かに。いやでもこれすごい、これめちゃめちゃ綺麗ですし、まあ、もちろんね、革シートを張り替えてくれたのはまあ弊社のね、まあ、外注先の工場さんなんですけれども、いやこれはめちゃめちゃ、もちろんここも張り替えてるんですよね。全部張り替え、すごいね。もう本当に純正かと思いましたもんね。そう、めっちゃ綺麗。しかもまあ半年経ってますけれども、 そこまで、ね、うん、汚れてないですし、そうそうそう、全然耐久性的にも問題なさそうな仕上がりですね、うん、へー、これはすごいですね。これがめちゃくちゃ手間がかかって、これはめちゃめちゃ手間がもう、ね、うパッと見は純正っぽく見えるんですけれども、うん、そうそうそう、めちゃめちゃこれだけで手間がかかってますよね。車ごと預けてだいたい1ヶ月半か2ヶ月ぐらい、やっぱそのぐらいかかったんですね。そうそうそう、だってもう全部ワンオフみたいな感じですもんね、うん、お客さん新車で買ってもうそのままそのまま預けて2ヶ月乗れないっていう、乗れないと、はあ、すごいですね。でもホイールもじゃあもう事前に頼んどいてみたいな。ホイールは事前に頼んで、まあ、一応その辺はそうですもんね、クーペと一緒のオフセットで頼めばいいです。でも車庫帳ももうちゃんとかぶり寄れ用が出るのを待って、インテリアも全部2ヶ月新車で預けて、はあ、すごいですね。新車で購入されても1回も乗らない、まあまあね、一周乗ったぐらいでもずっと預かりうちに乗ってきただけ、乗ってきただけですね。そう、まあ、うちのお客様によくあるパターンですね、うん、ちょっと乗ってうちに入庫という、はあ、でもこれはすごい、もう一番僕はびっくりしたところですね、うん、まあ、車高もねすごく手が込んでてびっくりしましたけれども、そのサスペンションも、そのインテリアもすごいと思いましたね。今回 LC コンバーチブル、はい、浅井君どうですか。いや、まあすごい、こだわった、お客様 のこだわった仕上げですし、まあ、レクサスなんですけれども、アメタン、アメリカの単造ホイールで、まあ、車庫帳、内装を理解で、まあ、内っぽく仕上がっていったらすごく内っぽく仕上がってますし、今レクサスもねすごく入庫が多くて、まあ、結構篠原とかがよくいじってるんですけれども、国産の中でも LC に関しては入庫も多い1台ですし、うん、まあ、今後もねどんどん増えていくかなと思ってますので、まあ、要注目の1台ですし、まあ、今回もすごく弊社っぽく、そしてシンプルにかっこよく仕上がった1台だと思います。もちろんカスタムは、ご依頼いただけるとすごく嬉しいんですけども、僕はカーズの、人間なので、今うちの在庫にも、レクサスコンバーチブルありますので、車ごと、ご依頼いただけるとなお嬉しいです。本日はこの辺で、紹介を終わらせていただきますけども、はい、次は、どんな車が登場するのか楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。